シャトルラン最高いくつぐらいだろう？ 100、100、いくつだよな？ 108 とか9とか。なんか100さ、シャトルランって120ぐらいに壁あるよね。うわ、ちょっと待って、今シャトルランやったらいくつなんだろう。どうしよう、30とかで。もう無理。助けて。もう無理。手が上がらないよ。同期でやるんだとしたらあれだな。オリエンスバーサスディティカドッジボール大会とか。オリエンスバーサスディティカ大縄跳び大会とかにしたいな。大縄跳びも嫌な記憶蘇る人いたんじゃない？大縄跳びも結構嫌な記憶だよね。俺は好きだったけど。はい、ショーケンさんいらっしゃい、どうも。大縄跳びなんかさ、引っかかるとさ、なんか一瞬その、まあ、クラス的には、よし、全員で頑張ろうっていう雰囲気にはなってんだけど、でも、ちょっと一瞬だけ犯人探し始まるじゃん。誰引っかかったみたいな。今誰引っかかったやつみたいな。あれなんかちょっとシーンってなるよね、一回。あれいや、でも頑張ろう。一番あの先頭の人とか先生が、大丈夫、次はいけるって。懐かしいな。実際オリエンスとディティカはどっちが運動神経良さそう？でもあれじゃない、やっぱりオリエンスはさ、シンプルにみんな運動神経いいタイプだよね。ディティカもディティカで、別にみんな運動神経悪いわけじゃないし、なんだろ、いいと思うしな。いいと思うし、こなすからな、結構。リティカの面々は。スラーッとやっちゃうタイプだよね、みんな。うん。すぐ喧嘩するじゃん。しねえよ、別に。ルベ最強なんかビーチボールって言ってた。マジか。ビーチボールしてやろうかな。まあ、体力テストだったらいい勝負すんじゃない？うん、チーム戦だとちょっとか。ずっとまあ回す人だったから、引っかかった時ごめんね、回すの早かった自分だって言ってた。おいおいおい、輝いて見えるぜ、青春かよ。青い春じゃん。俺はでも背ちっちゃめだから、前の方にいたな。あれさ、背ちっちゃい人が基本的に前の方にいて、だんだんこう、連なっていくじゃん。背の順になるじゃん、大縄跳びって大体。その、蜂の跳びとかだったら違うけど。結構端っこの方飛んでたな、俺。めっちゃ足上げなきゃいけないの。それは嫌だな。あ、でも結構ね、俺そういう、なんだろう、行事ごと大好き人間だからさ、やっぱり。文化祭とか、高野祭とか、体育祭とか合唱祭とか、結構ノリノリなタイプです。仕事頑張って。応援団の太鼓。いや、太鼓いいよな。祭り男。
神、あれを見てみろ。あかん。